疲れた。お邪魔します。咲いてるぞ。何が咲いてるぞ。何言ってみろ。桜だろバカ。梅じゃね。あっちも咲いてる。これ梅の花っすよ。バカとね。館長に聞きます。この野郎ってね。うわぁ。よばすぎてる。よばすぎてる。よばすぎてる。いやいや、実際の意見。これ消えようじゃねえよ。
しいこれ。止まれ。はい。うるせえ。ゲートの練習ですか。うるせえ、蹴ろ。
さっきのやつな。あ、さっきのやつはだな。この野郎。うるせえ。うるせえよこの野郎。うるせえ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 。うるせえ。本気で殴っていいんですか？違う、お前の自分の。何ですか？いや、思いっきり叩いてるか。痛い。どう？痛くないの？どうしたら水落ち。全然痛くない。あ、そうなの。俺いけるんだよ。そうなんですか。何やってんですか、さっきから。何やってんだろうね。運動？
何やってんだろう。それなんすか。何どれ。あ、それ、その自転車に乗ってる、あの、そこにあるやつ。多分おじいちゃんだったら、あの石のさ、やつ。うるせえなんだろう、てめえ。はい、すいません。どうされました？後ろ向きで。なんとなく。なんとなくですか？なんとなくです。一回止まってもらってもいいですか？今どこから来ました？あ、公園の話か。あ、公園にいらっしゃいました。公園でちょっとガキどもがさ、はい、ギャーギャー言ってくるから、はい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 、うるせーって言っただけで。あ、本当ですか？すいません。
お名前とかお聞きしたいんですけど、はい、身分証とかってお持ちですか？持ってません。持ってない。わかりました。あ、子供に、子供からさ、はい、いじめてくるからさ、はい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 、うるせえ、やっちげえ、はい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 、ちょっと待って、薬師さんからの方、上目の関係の該当と思われる方と接触しました。無料率で再開しますと。どうぞ。もう名前とか聞いてもいいですか？山崎賢治。山崎。はい。山崎ってのは山に。崎って、これで大丈夫ですか？そうそうそう。賢治さんという。健康の健に政治の治。そうですね、ありがとうございます。安全なところで、ああ、お話しさせていただきます。山崎賢治さん、生年月日を教えていただいてもいいですか？昭和33年。33年、はい。4月11日。4月11日。ああ、そうですね、ご職業と今は、やってません。はい。ご住所ってどちらになります？中野区上高田。はい。5-32-6。5-32-6。6。はい。聞いてももちろんですけど、お電話番号聞いてもいいですか？080。080。5042。5042。3829。子供にいじめられたから、うせえ、あっち行けって言ったら。そうなんですか。いや、後ろ向きに歩かれてるのなんとなく。なんとなくだよ。よく聞かれるんだよ、ね、何やってんの。なんとなくやってるだけだよ。危ないんで前向いた方がいいと思います。だから気をつけます。あ、本当ですか。ちょっと一回止まってもらったらいいですか？ちょっとだ、一回危ないものがないか確認させていただいてもいいですか？ごめんなさい、はい、すみません。いいですかね。ちょっといいですか、はい、触ります。はい。あ、こんにちは。こんにちは。怪しいんだってさ。怪しいからさ、ね、こんなことされちゃってるよ。ごめんなさいね。ナイフ行ってくんの、これから。ナイフ行ってくんの。そう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 。はい、行ってらっしゃい。お知り合いですか？うん。あ、お知り合いなんですか？知ってるよ、前あったじゃねえかよ。何言ってんの。なんですか。だからライフのこと知ってんじゃん。一回止まってください。もうまだ止まんの。まだやんの。一回お願いします。ちょっとまだね、確認。あ、そう。はい、どう？ OK？ 大丈夫です。ああ、その携帯持ってるのすごい気になるんですけど。じゃあ、ご自身の携帯ですか？ああ。本当ですか？本当だよ、なんだよ、おい。うせえ、やろう。はい、すいません。で、子供たちがうるさかったから。そう。それ以外は別に特に何もしないです。だからうるせえ、あっち行けって言っただけ。ぐだ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 言ってくるから、うるせえ、あっち行け。子供にいじめられました。それだけですか？子供にいじめられましたんで、俺が被害者です。俺が被害者なんだよ、あっち。子供がガタガタ。あ、これなんつうの、これ。これ綺麗だね。そうですね、綺麗です、ね、これなんつうの、これ一回と、まだかよ。お話したいんですよ。俺したくないよ。じゃあ歩きながらやろう。いや歩きながらやろうって。なんで歩きながら。自転車持ってこいよ、自転車。いい自転車持ってこ、どんどん離れちゃうぞ。どんどん離れちゃうから自転車持ってこいって。一回止まってください。自転車持ってこいよ。なんでですか。なあ、ほら、どんどん歩くから自転車持ってこいって。お家こっち側なんですか。いや、あ、散歩コース。散歩コース。散歩コースだから散歩したいんです。じゃあ自転車持ってきますよ。持ってきて。ここ止まってください。自転車持ってくるんで。ああ、いや、いいゆっくり歩いて、後ろ向きだからゆっくりだよ。そんなさ、行かねえか、早く持ってこいよ。逃げないから。逃げない。このまま歩いていくから。うん。自転車持ってきて。早く。どんどん離れちゃうぞ。どんどん離れちゃうから、自転車早く持ってこいよ。どんどん自転車から離れちゃうよ。
にちは。自転車持ってきた方がいいよ、どんどん離れちゃうから。これよく見るとさ、咲いてんだよ。よく見ないと分かんないけど。あそこの公園の桜もね、よく見ると咲いてんだよ。こんにちは。こんにちは。お前さん一緒だから警戒したいよね。止まってくれないんすもん。お前さんついてくるからさ、他の人がみんな、あの人怪しい人だってみんな警戒したいよ、ね。止まってくれたら。自転車乗ってこいよ。一緒に自転車で一緒にさ、ね、散歩。一緒に散歩できんじゃん。飛行機が近いね。飛行機近いですね。前に警察官とかってなんかあったことあります？まあ、ここにね、なんかうらうらしてたから、何あってんの、事故ですかって聞いたら、いや、なんでもないよって言って。あ、ほら、後ろ車来ます。危ない。あ、今行った。え、危ないですよ。これなんだ。こんにちは。お邪魔します。今の不審者の方で来てるんですけど、
富士山見えるんだ、はいはい、今日雲があって見えないけどね、はいはいはい、天気いい時はね見える。いやいや月も月に数回だな、うん、月に数回しかないけどね富士山が見えるんだよ。お疲れ様です。今その新車の関係でいるんですけど一緒にこれは GPS のプレート、まあ、処理金検査もとりあえず何もなかったんですけど、あとね、そこの橋からね、はいはいはい、こっち方向に見るとね、はい、スカイ、スカイ、ちょっともうちょっと、もうちょっと、もうちょっともうちょっと何がですか。もうちょっと終点だから。終点何の終点ですか。散歩の終点。散歩の終点。ほら、ここが桜がこれからわーっと綺麗だぞ、はいはいはい、で、ほら、こっちにね、今見えるかな。今日は雲が多いから見えないかな。あ、じゃあ、あった、見えた。スカイツリー。スカイツリーはこっちに見えるんだよ。スカイツリー見えるんですね。うん、飛行機いっぱい飛ぶね。ゆっくり、あんなゆっくりで落ちないんだよ。あ、終点着きました。終点着きました。ここら辺の桜は、はいはいはい、でね、これが一番早かったかな。去年の2年前はここが一番早かった、はい、確かハサグリだったと思ったな。ここって何かね、球場？あれって球場かな？ないです、すいません。あれって球場かね？あっち戻んない、こっち行っちゃうよ。こっちへ行っちゃいます。
見事な。こっちも通ってるよ。だって子供じゃないよ、自分でちょっと、なんだ、あれだ、人定にあっては、ちょうど P1 にほら、ゴルフじゃねえか、はい、野球のバットみたいな、野球のバット野球のバットみたいな風に振ったの、振っただっけ、うん、じゃあもうやめてくださいね、それはい、わかりました、危ないんで、はい、さっきのところに行けるから。